巨人、強い。巨人が2連勝で首位を守った。貯金は今季最多の5。先発の堀田が6回2安打無失点で3勝目。チームは8度目の完封勝利。原という暗黒時代だった。圧倒的じゃないけどなんだかんだ強いな。阿部監督になって岸田ほんと良かったな。萩尾良かったし丸ナイスホームラン。これ佐々木の出番ないな。2軍でもう1回やり直せ。今年の巨人は強いよ。変な負けがあまりないから。興行的に今シーズン日本シリーズは巨人、ソフトバンクが一番盛り上がるよな。松田は1、1、1引き分けでもいいくらい。逆にこれだけ先発安定してると最悪金土落としたとしても日曜一つ取り返す力はある。横浜には想定通り2勝して貯金後松田は1つは勝ちたい。状態的には5分5分かな。今日はいろいろあってヒロインできない坂本。そういやよりも堀田も覚醒前に菅野組で教えてもらってたよな。菅野コーチで規制ありじゃね。堀田3勝0敗、防御率 0.75 なんやこれ。しかしウォーカー1人で泉高橋交換できたのは高梨ウィーラー以来の大当たりトレードだったな。吉川は守備が熟練の域に入ってきたし打撃も最近は頑張ってる。セリーグ3割バッター2人だけか。しかしピッチャー陣めちゃくちゃ育ったな。打者はあれだけどエース弱くないか。陣の7点差は何だったん。エースに足りないのは渡来。